サンルーフの東側の端に置いてあるシェルフの一番下には陶水ポット3つ並べてるんですが、そこから伸びてきているアロイトマトの苗は夏から秋にかけて、初秋にかけてほとんど枯れたんですが、その後また二次成長を始めて、こんなふうに実をつけているものもあります。小さいですがね、実をつけていますし、これから赤くなる実もありますし、花を咲かせている枝もありますよね。トマトは枯れたと思っても2回目の成長、二次成長を始めますので、私はなるべく長く置くようにしているんですけれどもね。そうして、食べるに十分な大きさではなくても種は取れますから、そうして取り出した種をまいて、このように発芽させて、それを陶水ポットや不織布ポットに念のため2本ぐらいずつ植えてですね、1本を育てていけばいいんですけども、口径30センチメートルですから、1株でいいんですが、このようなことをして、トマトの栽培をつないでいくというんですかね。そうして今育てている苗が大きくなっていって、3月4月にまあまあの大きさのおいしい実をつければ、夏枯れしそうになって二次成長したトマトも、3月から4月にかけては美味しい、まあまあの大きさのトマトとして、生命体を継続していくということになりますね。それで私は加温設備はないんですが、トマトを一年中栽培しているんです。つないでつないで、そうしてどこかでおいしい実を相当数食べれるということを狙っているんですね。その他の作物でも似たようなことをできるのはあるんですが、トマトが一番私にとっては加温設備なしで命をつないでいく上で面白いというか、一番関心がある野菜なんですね。これは夏までにたくさん食べたトマトから種を取って、播種して、ちょっとした苗になりつつある青いトマトですね。それからこれなんかは一度枯れそうになったものの脇芽を取って挿し苗して様子を見ている。ここにちょっとつぼみが出来かかっていますが、挿し苗作りで命をつないでいくものもあります。これもそうなんです。脇芽
を刺して、そうして脇芽を刺したんですが、まあ寒くなって上の方が不調に陥ったので、ここをカットして、そうして新たに出てきた脇芽ですね、これを育ててみたらどうだろうという発想で、また蘇らせてみているんですね。まあ、ここは玄関下で、まあ、結構露地と同じぐらい冷えますけどね。まあ、こんな風にして挿し苗と、それから採取、挿しを繰り返してですね、トマトも年中栽培していけばなかなか面白いものですし、年に2回ぐらいは美味しい時期というものがありますから、まあ市販のものでは味わえない美味しいトマトにもありつけるということになるわけですね。まあ、いろんな野菜で年中つないでいくにはどうしたらいいか、採取して挿取するとか、まあ、このトマトみたいにですね、挿し苗とか脇芽、まあ、挿し苗したり脇芽をそのまま育ててみるとか、いろんなことをやってみると、温室がなくてもなんとかかんとかなるもんだなぁと思うような作物も出てくるんじゃないかと思いますね。まあ、そうやって育てながら作物を育てるのと、自分をどうやって育てたらいいのかというのを照らし合わせながら生きていきますと、ノーアル・ヨーガ生活というのは農業とヨーガ修行ではなく、命という根源的な問題に立ち返って、生命活動とはどうあるべきかというようなことにとって、とても重要な着眼点になると思いますね。